居合道の第1週目を、まず第1週目は一番の基本ですので、少し説明が細かくなりますけども、刀を持っての礼儀、それから構え方をしていきます。まずはじめ、この長い紐をつると言いますね、下げようとするでなく下げようと言いますが、この下げを一旦まっすぐ伸ばします。そしたら下から大体10センチから15センチぐらいのところで、これを一旦まっすぐ伸ばします。そしたら小指から中指までのこの3本の指を伸ばして、内側から外側へと、それからここをしっかりと握ってください。その時大体ここの下が同じぐらいになるので、ね、ですからこうなってしまったり、それからこのようになってしまう、これは良くないですね。これはダメです。必ず下も大体でいいですから揃えてください。で、初めは慣れないうちはこれをどうしても見てやらないとわからないんですが、慣れてくれば全然未来でもすぐにこれができる。このように作業を手の内にしっかり持ったら、親指はこのように線が抜け出てしまわないように押さえておきます。そして自分のももの脇に置いて、左手はももの脇、同じように置いて、これを刀を持った状態で直立体をしていますので、刀持ち直立体。それではまず開始するときにはじめ立礼、左手をこのようにももの前に押しながら軽く押しますね。そしたら次は刀に対する礼をしますが、まず剣を、この音は剣または刀、どちらも言いますが、それは意味は同じですから、剣を体の中心にですね、あまり高くしてたんです。この唾と大体自分の喉が同じぐらいの高さになりましたね。そしたら一旦下げを伸ばして、ピッと伸ばします。そしたら小指から中指を3本の指でしっかり持って、親指をここに引っ掛けます。その後、筆をこう持っているような感じですね。そしたら、人差し指とこの親指の間のところに、そして胸の高さぐらいで平らにして、親指でしっかりと、そしたら、両方の指、この4本ですね、これをきちっと揃えて、刀の台を持ちて、そしたら、ずーっと頭を高くしながら、軽く、礼をしますね。これを立ち通れ。立ち通れ。それから先ほどと同じように、先ほどやったように手の内に下げを握ったら、左手で鞘を滑らして自分の体の脇に、ね、そしたらこのように親指で隙間を作って、まずここで少し出るぐらいに帯の中に、それをあまり一気にやってしまうと中に入ってしまうことがありますので、それをしないために少しだけ、そしたら左手で持って両手で、そこで今度は左手に持ち替えて、またまっすぐ前に行きますが、下げを一旦伸ばして、この親指と人差し指2本でこの下げを持ってください。そしたら今度はこの下げをこの袴の紐に刺しますが、挟みますが、小指から中指のこの3本の指を持って、こう、袴紐に隙間を作りましたら、そこにこう、下から上に、内側から外側へと出して、このように垂らしてください。ここも大体同じぐらいの長さにしますね。はい。そして手は、ものを取れます。これを、対等、刀を帯に挟んでいる状態、刺している状態を、対等と言います。対等。そして、手は、ものを取れます。ね、帯る刀を取って対等と言いますね。対等。そしたら手はももの直立体を取ります。対等直立体。そしたら左手で親指をこう掴み、でこれここを抜け出してしまわないように押さえてますね。そして右手はこの脇腹に軽くそっと置いてます。これも精神体。この形からまず抜きつけといって刀を抜く動作を始めてもらいますが、まず体の前で三角形をこう描くんです。その三角形の頂点の部分で、この部分を右手を取って、用
そしたら親指で唾を押します。この動作を小指切りって言いますね。この鞘の口の部分ですね、ここが声の口に似てますので小指切りって言いますが、小指から唾を離すわけですね。これを小指切りって言います。そしたらそのまま右親指を外して握った状態で右足を大きく踏み込みながら右手で剣を抜く、同時に左手で鞘を引く、こう抜き出す動作を行います。これを抜きつけてですね。抜きつけというのはどういう意味かというと、例えば相手の頭を切る場合はこう縦に抜いていくと剣がまっすぐ出てくるわけですね。例えば今度は相手の胴を切る場合、胴体を切る場合は水平にすれば、平らにすれば相手の胴に切り出しますね。要するにこの剣っていうのは、この抜く時の角度によって進んでいく方向が決まってくるわけです。その方向付けをする動作を抜きつけるんですね。これが、まあ、剣が立ってますね。この切れるところ、これが歯と言いますが、切れない反対の方を峰と言いますが、歯が上に向いて峰が真下に向いてください。これをこの形は縦抜きですね。そしたらまた元の三角形の頂点のところでこう合わせますね。はじめにちょうど髪をピリッと引きちぎるように抜きました。また同じところへ戻ります。その時このように足はしっかりと踏み込んで、前肘をしっかりと後ろの足の角を巻きつけるようにお仕事をしますね。これそしたら親指で小指を中心に右手で塚の反対側を滑らせながら、塚の頭の部分、これは塚頭といいますが、塚頭をしっかりと下がります。そしたら今度は逆に反対側を滑らせるようにして全身だけと、はい、今このように収めるときにここを滑らせましたね。これなぜこれを行うかというと、この刀というのはこのめくぎといいますか、これをめくぎ、これは木でできているものですが、これ一つで剣が止まっているわけですね。そのめくぎが抜けてしまうと刀を振ったときに刀がこう抜けていってしまうわけですね。ですからそれを確かめるために、これが抜けていかないかどうか、これそこをそっと投げて、いちいちこう見てるわけにはいかないですね、動作を行っている最中は。ですから手でこうそっと確かめるわけですね。これであれば素早くさっとできるわけです。ご覧にして、確認をする、めくぎを確認をする動作ですね。めくぎの確認動作、これが使われている。はい、それでは一旦いきましょう。縦抜き、今度はこれを水平に返します。こう使うだけ小口切り、水平にしながら親指を握って右足が出て、大体この時の抜きつけですが、このように3分の2ぐらい、1、2、3ですね、3等分にして3分の2ぐらい大体抜いておくといいですね。水平向きつけ、はい、今度は斜め向きつけてみます。これは左足が出ていく場合と右足が出ていく場合がありますが、これはそれぞれ相手の右側面を切ろうとする場合は左足を出す、左側面を切ろうとする場合は右足を出ていくんですが、まず左からいきましょう。これは左斜め向き45度の角度をつけまして、腰をしっかり落として、45度ですね、この角度が今。これが縦に対して、ね、45度の角度をして、45度のまま戻して、小指口を締めたら、手で、掴んで、落とします。では、もう一度いきましょう。左斜めにつける。今度は、右斜めに。ガラケ小指口45度、右足を大きく出しながら斜めの角度で抜きますね。そしたらまたこの斜めの角度で抜きが収める、縦に戻してから掴んで収めて静止体に戻ります。
はい、それではもう一つ、今度は下返し向き、これを真下にこう向けます。向けながら左足が横に出てきますね。少し右脇の方に向きますね。これは主に下からこう相手をすくい上げて切るような時に、あるいはこう受けたりする時にこう使いますね。これが下です。では最初からやってみましょう。縦口。水平です。左斜め。右斜め。下返し。はい、これが、肉角の付け、向き付けでしたね。それでは、まずこれを、この抜き付けを行って、いよいよ剣を抜きますが、この刀を抜く動作を抜刀と言いますね。では、まず抜刀のやり方をします。抜刀してから、今度は逆に刀を収めますが、これを納刀と言います。ここまでの動作を段階を追って説明していきます。縦抜き付け。まず、初めは右足先ほど抜き出したと同時に、左手をしっかりと最後引いて、この大事なのを左手で最後しっかり引くことですね。これは十分引けてないと抜け出せません。この際をこう引いていくと抜けていきますね。そしたら体の中心のところまで抜いてください。そしたら足の幅は自分の肩の幅ぐらい、あまり大きくなってもらいます小さくてですね、自分の肩と同じ幅ぐらいにしますね。まっすぐ前に抜き出します。これを正眼の構え、剣の先を出て自分の喉が目の高さぐらいの間に抜きますね。正眼の構え、まず抜き出していったの正眼に構えたら、今度はこの力を抜いてずーっと手を下ろしていきます。これを下段の構えといいますが、それはまあ後ほど詳しく説明しますが、まず抜き出して正眼に構えて、相手を例えばこれで切ったとですね、切るとここにこう血がついてくる。その血をずーっと下段に下ろして血がスーッと流れてくるんですね。そして相手をまだ相手に対して注意してを作ります。これは斬新と言いますね。斬新、残す心と書いて斬新と言いますが、相手に対してまだ気持ちを残してまだ起きてくれば切るぞという体制を作っているんですね。これが下段斬新です。そこで今度は血振りということがありますね。先ほど切ったこの血がついている、それが下にも流れているんですね。まず左手でこのように鯉口、鞘の鯉口を隠れるように言います。そしたら手首と肘のスナップを利かして、真横に相手が、例えばここに相手が倒れていたら、それにとどめを刺すような気持ちでもって、下へ血を振ります。だからこう上げてしまうと血が自分の方に刺してますから、ここでは真横に小さくこういう風に血を振ります。これを横にこう返していく、横返し手術ですね。そこまでちょっともう一度、正眼から下段斬し、これを正眼流し、下段斬し、そして横返し。この時は大体この脇が45度ぐらいなんですね。これがあまり遠くに振らないとですね、すぐ脇に小さくこう剣の先を、この切っ先と言いますが、切っ先を突き刺すような気持ちで横返し。そしたら手の内で親指と人差し指を使って刃が上に向くように返していきます。そしたらこれを水平にして、いよいよ今度は収めていくんですが、はじめは剣を水平に置きます。今この手の中でこう返しましたね。これなぜかというと、もしこれ返さないでこう下向いたままだと、ここが落っこった時に自分の足が切れちゃうんですね。だからこれを返しておく。そうすればここからもし落ちても耳が当たりますから、耳の足が切れますね。そして水平から、はい、体の中心まで、どうぞこれ今剣が入ってますね。そしたら縦、そして縦になった状態で元のこの三角形のところまで挟んでいきます。ちょっとこれ、まず縦抜きつけからの縦の発想、正眼流し、下段流し、ここで一呼吸を置いたら、その後の動作は止まらずに横返し、手の内を返し、下を水平にして、水平から
簡単に抜いて収めるところを説明しましたが、その前に今構え方をちょっと説明しますね。まず一旦抜刀します。そしたら、これが正眼の親子から大体拳一つぐらいありますね。そして剣の高さは自分の喉から目の高さ、この間ぐらいに落ちます。正眼。そしてそのまっすぐ頭の上に、これは左手が額から拳一つ離れております。右手は頭の真上に、こういうことで大体45度ぐらいですね。これが上段の構え。右手はそのままで、今度は左手を上げて剣の先を少し倒します。これが大上段の構え、はい、そしたら今度は左手は小指を隠すように握って頭一つ外していますね。肩の、大体肩の上ぐらいです。それが片手大上段、片手、今度は耳の高さにちょっと低い、肩に担ぐように片手上段。片手大上段の時は剣は大体平行になる。片手上段では少し剣をこう置いてますね。切っ先が垂れます。はい、そしてまた正眼から、今度はドアをまっすぐスーッと押します。下段、スーッと押しますね。下段、正眼。そして今度は足を一歩引いて、歯がいつも前の方に前に向けようとして、自分の胸の脇を、この時肘がダンと垂れないときちっと張っておきますね。だから八層、そのまま耳の高さ、八層、上段側、八層、また正眼に戻して、今度は逆の八層、逆八層、歯がやはりこう前にいつも向いているようにして、肘をちっと垂れて、逆八層。そしたら今度はこの左手は耳の高さ、右手は腕が頭の上に来て、逆発想、上段の上、逆発想、正眼の上。そしたら今度は脇構えになりましょう。足を大きく一歩引きながら、体からと刀がこう離れずに、自分の体のすぐ脇を突き刺すようにして、体の後ろに剣を隠すようにしますね。これが中段脇構え、これが離れてるんですね。ちょっとくっつけてみます。正眼。今度は下段の脇の前、歯を斜め45度下に下ろしながら、剣を下ろしながら、歯が相手の方に向かってますね。ここはあまり引いちゃダメですね。少し前に下段の脇が、でもう一度いきましょう。上段、大上段、片手大上段、片手上段、正眼、下段、正眼、八層、八層、上段、八層、正眼、逆八層、逆八層、上段、逆八層、正眼、中段の脇構え、正眼、下段の脇構え、正眼。そして今度は収めること。まずはじめ正眼から、ずーっと先ほど言いました下段斬新。これを斬新って言うんですね。相手にまた注意してください。今度は、剣が円を描く。体の高さぐらい、これはあまり高くしないんですね。自分の首の高さぐらいまでで、円を描く。下段脇構え。これを円月鳴らし、下段脇構え斬新。こういう円ですね。左手はもう上方の上下運動、体の中心の世界になりません。右手で持って円を描くんですね。下段は脇構え。今度は片手大上段に手を置いて、そこから片手上段へと手を起こしていく。これが片手上段流し、片手上段流し、正眼流し、下段流し、円月流し、下段脇構え流し、片手大上段流し、片手上段流し、はい、そしたらまず納刀の仕方、今度は収める、刀を収める動作を納刀ですが、正眼流し、下段斬新から、その前にちぶりがありますね。まず横返しちぶり、次は円月流し、下段脇構え斬新を取ったら、手首を小さくこう後ろにこう物をお荷物を担ぐような形に、下から上に頭の高さまで真上まで上げたら、上から下へと、これを背負い一部と言いますね。正眼流し、下段脇構え流し、背負い一部。はい、続いて片手大上段流し、片手上段斬新。ここからは上段回し首です。一旦肘をほんと一気に腕いっぱい伸ばしたところで、頭一つ外して斜め45度ぐらいのところで、腕と剣が大体こうまっすぐになるようにしようと思います。これを回し首、上段回し首と言いますね。いっぱいの頭を一つ外したところが一応では最初から説明しましょう。正眼流しから下段斬新を取った場合は横返し、円月流し、下段脇構え斬新を取った場合は背負い一部、片手大上段流し、片手
上段斬新と、ただ上段回し中、それがこの後の応答が入りますが、正眼流し眼斬新横が一瞬、手の内を必ず感じますね。そしたら水平が全部続いて、円月斬新と、日構え斬新と、が背負い中ですね。この場合は、やはり手の内を返したら、縦受け縦の音、縦受けとまっすぐだと剣が自分の方に行ってしまいますから、45度ぐらいにこう受けて、下から上に円を描くように立てる、これまっすぐになってますね、剣は。受けたときは斜めに受けていきますが、こうまっすぐ。これは縦受け縦の音。続いて、片手大上段流し、片手上段流し、から上段回し中、手の内をやはり返す。今度は、この場合は水平受け、平らに受けて、平らに受け。水平受け、水平の。では最初はやってみましょう。正眼ならし、グランザル進化、横返し中。水平受け、縦の。円月ならし、グランザル、清前斬新を取ってもらえば、背負い中。そしてこれは縦受け、縦の。片手大上段ならし、片手上段斬新を取ってもらえば、上段回し中。これは水平受け、水平で最後、水平に収まりますね。はい、ここまで以上。